首都サマーキャラバンシリーズの最後を飾るこの秋葉原電気街広場におけます街頭演説会を開催いたします。ご主党代表キャンタ直樹並びに日本保守党支部総長有本香里を皆様盛大な拍手を持ってお迎えください。
街ではありますけれども、しかしここは間違いなく私たちの祖国である、大事な祖国である日本国であります。そして日本国は日本国民のものであります。であるにもかかわらず、日本人のための政治の選択肢があまりにもない、最初はあまりにも少ないと言おうとしたんですけれども、ないと言っていいと思います。ですからそれがないのであれば、私たちがその選択肢になろうと、そういう決意で立ち上がります。今日はここで1年前と違って、この1年が経って一体日本の政治状況どうなったのか、それを踏まえながら皆さんに改めて日本を豊かに強くするための訴えをさせていただき、そして今日ここにお集まりいただいた皆さん、皆さんは私たちの同志ですから、皆さんと共に日本を豊かに強くしていこうという、その誓いの場にしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。決めるであろう自由民主党の党員に足りないというふうに思います。
党が続けば日本は続くと思っている。しかし私はそう思わない。今の自民党政治、自民党公明党政治が続けば日本は近い将来日本でなくなる危険性があります。この危機感を私たちは共有して広げていかなければいけない。皆さんそう思いませんか。12年前は民主党政権の下で株価も日経平均が7000円台、そして超円高で日本の輸出企業は大変苦しんでいた。その頃に比べれば日本経済は持ち直したんです。この持ち直したことが、一見持ち直したことが皆さんの危機感を和らげてしまった。そして中国は、隣の国はどんどん大きくなって、12年前は尖閣諸島に中国の船が入ってくるだけでみんな非常に危機感を強く持っていた。ところがもうそれは日常の風景になってしまった。中国の船が尖閣に入ってくることでいちいちニュースにもならない。みんなこれはまずいことだと思わない。このようにしてどん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 日本人の中に、自分たちの国が今どういう状況にあるのか、自分たちの国がこのまま行ったらどうなるのか、そういう危機感を持つという当たり前の感性がなくなりつつあります。このことが一番の危機ではないでしょうか。大丈夫です。まあ、こういう中でですね、私は、今日この東京での3連休の凱旋の最後に皆さんにもう一度、日本国は今本当に危ないところに来てるんですよね、それを皆さんともう一度きちんと共感したい。その上で私たち日本保守党はどういうことを提言し、一体これから何をしていきたいのかということをこの後具体的に語りたいと思います。まあ、しかしですね、隣でくしゃみをしている代表がいますから、昨日みたいなアクシデントがあっちゃいけませんので、少し早めにマイクを回したいと思います。それから今日はですね、この私たちの東京での凱旋のファイナル、まあ、来週は関西にいるんですけれども、そこに素晴らしいゲストもお越しいただきました。ベストセラー作家の畠山健二先生、畠山先生もいらっしゃってますので、まあ、私の話はとりあえずこれぐらいにしたいと思います。それでは代表の客者直樹にマイクを渡します。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。ありがとう。はい、もう1年ぶりです。はい、やってまいりましたですね。はい、もう1年前とね、日本はさらに状況は悪くなった。はい、今ね、9人の候補者による自民党総裁選が行われてますが、これはね、誰が納得してるんです。まあ、本当ね、なったら赤いように言いますよ。こいつになったら赤、もうこれも最悪。そんな感じで言います。もうあえてね、今日はもう名前は申し上げません。はい、まあ、河野太郎さんとかね、もう言うたら赤いですよ、もう。言わすなってね、あの三島さん、あ、言うたら赤いもん。先生、この流れ、何度も来たよ。何度も言いましたか。はい、いや、もうこれ以上は名前言いません。この人見せてよ。この口が赤い、この口が。はい、もうこの口のおかげで、ね、今までもこの何十年通してます。はい、でもね、まあ、来たかもしれませんね。いやいや、まあ、今言うと名前は分かんないやろ。でも、この人になったらええやろって言うと、頭で思い浮かべてくるんですよね。あの女性が思い浮かべてるかもしれませんが、まあ、私にはそうですね、まあ、似たりよかったです。と言いますのも、これ間違いなくですね、私たち一歩本当はですね、まあ、あの皆さんに後ほど、まあ、ビラも配りますけども、重要項目が37あります。はい、たくさんあるんですけどね、これを一つ一つ変えていって日本をもろ取り戻したいと、まあ、そういう思いがあります。で、その中でもですね、特に私たちが、非常に重要にしている理屈があります。それはですね、日本経済の復興ですね、日本をいかがで強くと我々は言ってますけども、まあ、強くというのは、これはもう国の安全保障、まあ、いわゆる、まあ、自衛隊を強化する、あるいは日米関係を強化する、そして日本を守りきるということなんですが、でもね、この日本を強くするためにはまず必要なのは日本が豊かになることです。はい、あの本当にね、金がなかったら守れません。これは当たり前ですね、そして私たちの日本の豊かさ、これが私たち庶民、国民の豊かさになること、これがまず大事です。そしてその上にこの豊かな日本を守っていくということなんですが、まあ、そのためにはまず大事なのは経済ですね。経済の復興が大事です。
で、私たちこの境内で本当はどんな方にあるかといって、まあ、いろんな私たちのアイデア、それから政策があるんですが、まず大事なことはですね、まず大事なことは、一つ重要なことは、消費税を変えることです。これは当たり前ですよね。もう消費税がね、一本をこの30年どれだけ悪くできたか。でもね、日本ってすごいんだよね。今からこの30年間ですね、実は私たちのサラリーマン、給与所得者の給与は結構上がってないんですよ。これ私何度も言ってますけどね、これ考えられますか。30年経ってるんですよ、給料はほとんど変わってない。これはね、もうはっきり言って政治の無策。私たち日本人がね、突然怠け者になったとか、突然仕事をしなくなったとか、こんなことありません。今でも昔もそうですよ。今も日本人は世界の国の民族のどこの国の人たちよりも初めで人面で一生懸命働く民族なんですよ。なのにもうその G7 の中でも日本人が最も成長していない。こんなことありえないですよ。こんなに一生懸命働く国民がね、はい、そのうちの一つが、あくまでその一つですけど、その一つがやっぱり重税です。消費税ですね。30何年前はですね、消費税は 0% でした。はい、0% ですけど、はい、もう育児税金なんかかからなかった。ところがですね、それが 3% になった。でこの時ね、日本経済ガクンと落ちたんですよ。当たり前ですよね、 3% もらったらね。でも日本人は頑張って、そこでまた頑張って、また頑張って復興してきた。復興というかね、経済成長してきた。そうするとですね、財務省はあるいは政府はよう頑張ったら日本人まだまだいける、まだまだいけるないことで、もっと 3% もない 5% にしたんですよ。これでまず日本の経済がまたガーンとなった。それでもね、我々日本人、日本人は民間頑張って、また経済を成長させた。そうするとですね、財務省と政府はですね、よう頑張ったらお前ら、よし、じゃあご褒美に 5% 入ってるか。はい、落ちにくいね、これ。でね、大丈夫や。取りなさい、どうにか。これが入ってるね。はい、ほらね、どんなご褒美やね、5% 入ってる。日本人、消費も減りましたね。はい、もう製造業もガクッと減りましたよ。でもね、日本人はそれでも頑張った。またもや頑張って、また経済成長を成し遂げようとした。そうしたら、また、よう頑張ったらいいことで、じゃあ 8% から 10% にするわけ。さすがにね、もうほとんど私たち体力残ってないですよ。でね、さて、この消費税、私たちは消費税を下げる、あるいは消費税をなくす、まあ、こういうことを掲げてます。これがね、まず復興の第一ですよね、経済成長の。ところが、ここで話戻るんですが、今自民党の総裁選に出てる9人の候補者、消費税を下げると言った候補者一人もいないんですよ。誰か一人ぐらいおれよと思うんですけどね、一人もいないんですよ。皆さんどう思いますか。これひどいでしょ。でさらにですね、今私たちが取り組んでる大きな問題の一つとして移民問題があります。今日本人はね、もう移民の文句を広げて、あるいは難民やと嘘ついてですね、不法労働者、あるいは不法滞在者、これがものすごい勢いで増えてます。はい、もう移民の文句もですね、どんどん枠をどんどん広げてですね、今岸田政権、まあ、もうまもなく岸田政権呼ばれますけど、この何年間かで80何万人また入れるんでます。それもですね、これ大丈夫かな。それも、これ入ってないで、はい、それも、家族も滞納までいると言ってる。これがですね、1人家族滞納するだけで80何万人が一気に160、170万人なんですよ。もし2人呼んできたらもう200何十万人ですね。でこれをさらに、このまま進めたらまたさらに良くない。あ、ちなみにこの移民問題というのはあくまでの、文化の衝突、文化のトラブル、あるいは治安の悪化、これだけじゃないんですよ。あの皆さん、これや、この文化の圧力とか思ってますけど、実はこの移民問題こそが実は経済問題なんです。なぜこんだけ移民が増えなかったというとですね、経団連あるいは一部の経営者がですね、労働者が足りない、日本人は労働人口が足りない、だから労働者をどんどん入れてくれて政府に働きかけて、そして政府が分かりました、こういうことやったら、労働者が足りない分どんどん入れましょうと入れたのがこれ移民問題で、移民政策なんです。でもね、この労働者が足りないというのは一部本当ですけど一部嘘です。というのは、
者はこう言ってます。安く働いてくれる労働者が足りないと言ってるんですよ、はい、高い給料を払う労働者じゃない、安く働いてくれる労働者が足りない。そしてその結果どんどん、安く働いてくれる外国人労働者を入れた。この結果がやっぱりこの先ほど言いましたように30年間私たちの給料は上がらない、その原因の一つでもあります。当たり前ですよね、社長給料上げてくれ、でこんなもんでは生活できへんと、まあ、ほんなら社長は分かった、ほなもうやめてくれと、お前の半分で働いてやる外国人がおるんや、こんな状況なんです。だから当然給料なんか上がらないんですよ。だから今言うたよね、消費税、それからその移民問題、だから移民問題というのはあくまでこれ経済問題です。私たち国民がですね、移民を入れてくれという、そういう望みを持った国民いないですよ、まあ、おるかもしれませんけどね、これはあくまで経団連、あるいは一部の経営者、彼らの目的なんですよ、彼らが望むことです。そして彼らがおそらく政府に多額の献金、あるいはパーティー券、あるいは裏金、あるいはもしかしたら見えないところで賄賂が使ってるかもしれません。ですから、この移民問題というのは、本当は日本人国民が全体で望んだものではなくてですね、一部の経営者と一部の政治家たちの私利私欲でできた結果なんですよ。でもね、この移民問題をじゃあちょっとストップをかけよう、あるいは見直そう、あるいは改正すべきじゃないかと言うてる今回の総裁選の9人の候補者一人もいないんですよ、これ。ですからね、まあ、今回は9人、誰がなっても一緒、まあまあもちろんさっき言いましたよね、だったらあかん人間が何か言いますけど、でもね、まあ、まあ、名前は言いませんけど、まあええとこ、この人がなったらええなっちゅうと思う。でもね、ほとんど変わらない。自民党の過去やってきた政策と一緒。あとさらにもう一つ言いますと、私たちがこの日本保守党を立ち上げた最初のきっかけは、去年の LGBT 理解増進法です。これを強引に、私たち国民の意見も聞かずに、自民党で強引に押し通してしまった。まあもちろん野党も全員賛成です。はい、でこの LGBT 理解増進法、これを今回の9人の総裁選の候補者は全員が賛成してます。一人も反対者いないんですよ、はい、他にもまだあったね、何か何やったっけ、エネルギーや、そうや、エネルギーの話、はい、もう忘れてんねん、もういっぱい喋らなきゃいけないからね、はい、エネルギーの話はね、事務総長に言ってもらいましょう。エネルギー問題ですけれども、昨日、一昨日とですね、直近の自民党総裁選での議論を聞いていて、まあ、私はますます許せんと思いましたから、そのネタを昨日も一昨日も喋りました。そしたらですね、立川に聞きに来られた私どもの支援者の方がですね、有本さん、あれはもうちょっとしっかり説明しないと、わからない方もいらっしゃるよということなので、今日はしっかり説明したいと思います。今ちょうど日が暮れてきて、そして今日は雨模様でしたから、まあこれだと太陽光発電というのはだんだん発電量が落ちますね。昨日のように、昨日の昼間のようにもうカンカン照りであれば、太陽光の発電、太陽光パネルから相当の発電量が見込まれる。この再生可能エネルギーだとか自然エネルギーだとか、きれいな言葉でいろいろ言いますけれども、この種のもの、太陽とか風とかそういうものを使って電気が作れればそれは素敵じゃないとみんな思うかもしれませんけれども、この最大の弱点はこの不安定さにあります。昼間カンカン照りだったらどんどん電気を作れるけれども、日が落ちてきたら電気が作れない、雨の日は作れない、雪の日も当然作れない。風力発電だったら風が吹いてなければ風車は止まってる。東北に行ったら風車がたくさん並んでるんだけれども、ほとんど風が吹いてなくて全くピタッと止まった風力発電のたくさんあるところを私見ましたよ。結局この不安定さというのは電力供給にとっては大変なリスクなんです。なぜならば電気というのはたくさん、例えば日が照ってる時にたくさん作ったからといってそれを貯めておくことが今の技術では基本的にはできません。ですからこれを運用するとき、需要と供給を常にバランスしなければいけないというのが、これが電気の、まあ、電力供給の運命なんですね、今のところ。これを既にやっていて、そして停電が限りなく少ないというのが日本の
電力関係者の、まあ、努力であり技術の賜物なんです。日本ほど世界中見渡しても先進国も含めてこれほど停電の少ない国というのは私はないと言っていいと思う。これは日本の技術者の皆さん、あるいはそういった関係の皆さんがずっと努力をしてきた賜物なんです。さて、ではそういった太陽光発電、これをどん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 じゃん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 増やそうと言ってるのが今の自民党の有力政治家たち。例えば河野太郎さんは再生可能エネルギーで 100% だっていけるんだと公言してます。それから小泉進次郎さんは環境大臣だった時に2030年には再生可能エネルギーの率を 40% まで上げるというふうに言いました。今だいたい 25-6% だと思います。これを 40% まで持っていくということはどういうことかといえば、よほど凄まじい技術革新が起きない限り電気の供給はどんどん不安定化すると、こういうことです。しかしその不安定さを補って停電を起こさせないために何をしているかといえば、かつては原子力発電、原発をどんどん動かしていた。今は原発ほとんど止まってますから古い火力発電をどんどん炊いてるんですね。ということはですよ、みんな意識の高い人たちが、いや火力発電はいけない、CO2 を出すからいけない、世の中脱炭素なんだと言っているけれども、あなたたちがきれいごとを言って再生可能エネルギーをどんどん増やすと言ってるけれども、その裏でバックアップのために火力発電をどんどん、しかも古い火力発電をどんどん動かしていることはどうやって説明するんですかということなんですよ。私が言いたいのは、自民党の政治家たちはエネルギーという私たちの命に直結する問題に関してきれいごとばっかり言って国民を騙して、本当はこういうリスクがあるんですよということを一言も言わない、こんな嘘の政治をいつまでやらせるんだということなんです。まずその怒りがあります。皆さんこのことを理解してください。よろしくお願いします。さてその上でですね、さらに申し上げます。結局、まあ、こういうことをやってますよ。ところがね、じゃあまあコストが安ければみんなある程度我慢をするでしょうと。つまり電気というのは安定的で安価でなければいけないわけなんです。ところが私たちの電気代はどんどん上がっています。この10年でも倍近くに上がっていると言われています。しかも通常の電気の使用量から割り出される電気代の他に再エネ賦課金というものが乗っかってきています。この再エネ賦課金も年々再々増えている。去年だけはちょっと下がりました。その理由はこの再エネ賦課金の、まあ、計算式によればですね、他のエネルギー、これの価格が高騰するとこれが下がることになってるんですね。ですからちょうど化石燃料が去年あたり非常に下がりましたから、まあ、その結果ちょっと一時的に下がりましたけれども、でもこの再エネ賦課金が乗っかってきてる。皆さんぜひともご自宅に帰られたら自分の家の電気代に再エネ賦課金がいくら乗ってるかというのをぜひご覧ください。そして今の仕組みのままではこの再エネ賦課金は上がることはあっても下がることはないんです。ですから私たちはこのままこの今の政府の方針を続けていればどんどん高くて不安定な電力供給、この中で暮らさなければいけないという状況なんです。さてそこで私が昨日申し上げた直近の状況をもう一度説明いたします。前提にお聞きいただきたいんですけれども、自民党総裁選の9人の候補者が討論会をやっていた。そこで小林鷹之さんという、まあ比較的若い候補者、この方が石破茂さんに聞きました。電力というのは安価で安定的でなければいけない。しかし石破さんは原発を限りなくゼロに近づけるとおっしゃっています。おそらく再エネをやるということだろうけれども、こんなことは現実的なんでしょうかというふうに小林さんが石破さんに聞きました。そしたら石破さんはこう言いました。まあ地熱というものもあるし、それから日本のような勾配の多い国では
小水力発電というものもあると。だからいろんな選択肢があるんだというふうに言って煙に巻きました。しかしこれはまたさっき言いましたように都合の悪い事実を全然語らない一種の奇弁だというふうに私は申し上げます。なぜならばまず石破さんの言う地熱発電、これはですね実用に持っていくのに大変な時間とコストがかかります。なぜならば、簡単に言えばですね、それだけのエネルギーをきちんと生み出せる地熱の層をきちんと探り当ててそして掘り出すというのはもう非常に難度が高い。だからこれ決して簡単ではないということ。それから水力発電、これはかつて日本もやっておりました。しかしこれはいろいろ問題があって結局日本では水力発電はどんどん少なくなってきた。そして今新たにじゃあ小水力発電と石破さんは言った、小規模だったらいいのかというとそういう問題ではない。これは河川というのはもう決まった形に流れているわけではありませんから、この水の権利をこの周辺の土地の権利を全部クリアしようと思ったら大変な、これもまた時間とコストがかかる。全然現実的じゃないんです。ですから私昨日例えて言いました。例えばですね、うちのお店どんどん来てくださいよと、うちのお店では美味しいお寿司も食べられるしうなぎも出しますよと、どんどん来てください、いろんな魅力的なメニューがありますよと言った。ではその美味しいお寿司を握る寿司職人はいるんですか。いません。これから探します。うなぎはどこから仕入れるんですか。さてこれから検討します。石破さん流に言えばですよ。そんなものに私たちの電力の代替を任せられるわけがないでしょう。ここでね、私は思うわけです。どうして今どんどんこの太陽光とか風力のバックアップで使っている石炭火力発電、古い火力発電、これをどうして新しいものに最新鋭の火力発電に置き換えると誰一人言わないんですか。国の候補がおかしいでしょ。ひょっとしたら今日だっていらっしゃってるかもしれない。実はこの前この話をしたらとある電力関係の方からすぐ連絡もらいました。有本さんよく言ってくれました。本当に日本の火力発電はすごいんですと、ぜひとも日本保守党で見に来てほしいと言われました。私も素人ですから説明がそんなに詳しく科学的な技術的な説明が分かるかどうか自信はありませんけれども、今例えばですね広島に本社のある大崎空前という会社、中国電力とそれから J パワーが作っているこの共同で出資した会社、ここが2022年にすでに実証までの最終段階にこぎつけたこの新しい火力発電はなんと CO2 の排出量を 90% 吸収する、 90% の CO2 を減らして、そして発電効率はこれまでの火力発電よりも数パーセント高い、これを実現してるんですよ。これ2022年の話ですよ、その報道があったのは。ところが全然メディアも報道しない、政治家は全くお首にも出さない。それでね、私は去年とある、途上国の、政府に勤めている人から言われました。日本は素晴らしい技術があるじゃないかと、あの火力発電をなんで私たちの国に輸出してくれないんだろう、日本国内で使わないんだったらなおさらあの技術をうちに持ってきてくれないだろうかと、あんな素晴らしいもの持ってるのにどうして宝の持ち腐れにするんだというふうに言われました。ところが日本の政治家って誰も言わない。そして火力発電にはお金を融資させないように銀行にも方針をそのように方向づけている。どうしてか、パリ協定が怖いからですよ。小泉進次郎さん環境大臣の時に何て言いましたか。外国の記者からあなた日本がどんどんやってる石炭火力発電どうするんですかと聞かれたら、彼は英語で reduce it と言いました。減らすんですと。外国の記者がどうやってと聞いたらですね、代表その時の顔を総裁候補、おかしいでしょ。じゃあその時ですよ、
本を変えると言ってる。その割には私から言わせれば言ってることはとても古臭いというふうに思っています。まあ、ということでですね、この話皆さん分かっていただけましたか。ちょっと分かりにくいと言われたので今日は少しやらなかった説明しました。申し訳ありません。ということで代表戻したいと思います。今両者がね、パリ協定を行っていると、まあ、そういう国会議員もいる、一部にはいるでしょう。しかしながら本当は違います。本当は再エネ利権です。はい、自民党の400人近くいるんですが、この再エネ議連という議連がある。これに90人ぐらいいるんですよ。はい、本当にこの再エネ議連に入っている連中、ものすごい金回りがいいんですよ。だからね、もちろんね、偽善の塊ってやつもいます。あるいはそのメディアが喜ぶようなことを発言でいわゆる再エネというやつもいます。でも実際にはかなりが利権な集合なんですよ。 ですから本当にね、これは厄介です。で、彼らは本当に自分たちの私利私欲のためだけに日本の全体のことは全く考えてない。で、今有本さんが、ね、電気代のことを言いました。電気代の高騰、それから、電力のより不安定化、これを引き起こしていると言いましたね。でもね、実はもう一つ重要なことがあって、電気はね、産業用電気代なんですよ。日本にはね、もう日本はほとんど製造業の国です。多くのものを作って、だって日本には資源がないんですよ。石油もない、鉄もない、ボーキサイトもない、天然ゴムもない、何もない。そういうものを全部外国からお金を出して買ってきて、そしてそこで日本で加工して物を作って、海外で売る。これで、ね、日本は何とか外貨を稼いでいくわけですが、この日本が物を作る、このためにですね、最も大きなコスト、まあ、いろんなコストがいろいろあるんですが、その重要なコストの一つが電気代です。はい、電気がなければ工場なんか動かない。そこは日本のこの電気代はですね、G7 の中で、あるいは先進国の中で最も高い電気代なんですよ。先ほど言いましたよね、こんなのが当たり前ですよ。こんなことしたらどんどん電気代が高くなる。つまり日本のはその製造業、つまり物を作っていって国際競争に勝たなければいけない。ところがその物を作るそのコストで日本は諸外国に比べて大きなハンデを背負っているんですよ。そしてこれを本来なら日本政府は、日本は物作りの国だ、じゃあ物作りのコストを下げよう、これが日本の政治家のはずなんですが、全然そのこと考えてない。政治家にとってはですね、いくつの製造業の企業が潰れようが、自分たちが、自分の議席があって、自分の息子が、議員になればもう関係ないという、そういう考え方なんですね。ですから例えば一例を申し上げますと、日本の大きな物作りの一つが自動車産業です。実は日本は自動車産業で日本が支えていると言っても過言ではないぐらい、自動車メーカー、それに関連するいろんな下請け、そして、あるいは関連企業、これものすごい数です。ですからはっきり言って日本の自動車産業が下手ったら日本経済はさらに下手ります。さてこの自動車産業についてですが、どうぞそろそろ畠山先生にマイク一旦回しませんか。わかりました。放送作家がそういうふうに言うので一応その流れで話をさせてもらいます。自動車産業、今、代表が言いましたように、まあ、日本の基幹産業と言っていいですね。日本は世界に誇る自動車メーカーがいくつもあります。この世界に誇る自動車メーカー、どうして世界でそれだけ大きなシェアを取れるのかといえば、日本車が一言で言って素晴らしいからです。いろんな意味で素晴らしい。燃費も素晴らしい。私たちもですね、まあ、ちょっとあの車は燃費は悪いんですけれどもね、他の車に今結構乗ってますけれども、まあ日本のね、特にトヨタのハイブリッド車すごいですよ。素晴らしい。アメリカの大統領選に出ておられるトランプ大統領もこれからハイブリッドだろうとおっしゃっていますね。その通りなんです。さて日本のメーカーがですね、今まで本当に汗を流してこの素晴らしい技術をどんどん開発してきた。そしてコストの競争、いろんな販売戦略、そういうものに知恵を絞って世界一のシェアを取ってきた。ところがですね、日本政府は何やってるか。電気自動車を1台買ったら最大85万円の補助金を出します。脱炭素ですから、こういうこと言ってるわけ。これを環境省がやっている。そしてさらにこの東京都は2030年までにガソリン車をゼロにしますということを言って言いながらですね、なんと東京都からまたさらに50数万円最大でですね補助金が出る。ところがこの電気自動車というのは、日本が世界に誇るハイブリッド、あるいは
動車のように優れた電気自動車を作っている会社もある。そしてこれは日本では電気自動車のシェアでは一番ですよ。しかしね、今電気自動車というのは世界的にだんだんこう凋落してきて、まだまだ実用的じゃないんですね。そういう中でこの車王国である日本が、しかも世界一の技術と世界一のシェアを持っている国が、隣の国のメーカー、どことは言いませんけれども、お隣の中国のメーカー、そして中国の工場で作っている日本の雇用にほとんど寄与しない、そういう電気自動車に大変な補助金を出して、さあ皆さん買いましょうってやってるわけですよ。どうしてこんなことするんですか。なぜ日本が世界に誇るハイブリッドや、あるいは水素で走る自動車、こういうものにもっと補助金を出さないんですか。私たち国民はそんなこと望んでませんよ。言っちゃ悪いけど、いいなとかっていうですね、隣の国が入るこの電気自動車に補助金出してくれなんて望んでらっしゃる方、ここにいらっしゃいますか。いませんでしょ。これが日本政府のやることですよ。そして今国土交通省は、わけのわかんないことでトヨタをいじめてる。あれもね、別にトヨタが不正をやったわけじゃないんですよ。トヨタは国が決めてるよりも高い基準で実験をやっていた。これクリアしてたから問題ないでしょっていうのに、いやいや基準はここですから、嫌がらせ以外の何事でもないですよ。トヨタにこんな嫌がらせをして、トヨタが日本から全部出てっちゃったらどうするつもりなんですかと。これをね、止めようっていう政治家が自民党にいました。私聞いたことがないですけど、皆さんどうですか。おかしいでしょう。日本の産業とか日本人のためのエネルギー、こういうことに完全と物を言う政治家がいない、そんな与党だったらいらないじゃないですか。ということでですね、私も突然そういうふうにボンボン振られるわけでございますけれども、あのそろそろ、まあ、この流れ、ちょっと中断しまして、今日せっかくこれからちょっとお笑いタイムになりますね。あのこんなね、夕方にですね、ここに、お越しいただきました畠山健二先生にご相談いただこうと思います。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。久々のチャンネルの番長を畠山先生でございます。昨日立川に行った人からクレームのメールが来て、あとはなんか着いた瞬間うんこしに行ったらしいじゃないですか。もう失礼でしょ、人待たして。もう本番もっと早く通過でやってるのに、あの渋滞があって2時間かかったやん。ほんでいやもう途中でもううんこしたかったけど、もう数時間経って、実はね、これ2時間かかったのも有本さんが10分悪いんや。あれ有本さんが、いやもう、腹減った言うから、ほらコンビニで弁当買おうや言うて、ほら弁当買いに行って15分買いに行って、なんで遅いな言うたら、なんでこれ遅かったんか、途中でコーヒーこぼして言うて、はい、もうその時間がなかったら早降りついてうんこしとったんやけど、もう着いた瞬間にもう始まるんや。で始まって知らないけど上上がったんやけど、これはあかんなと、1時間喋ったらやつに漏らすなと思ってね、はい、これは漏らすよりここに行きました。はい、隠してないからね。でもそんな支援者の人をうんこで待たすぐらいだったら、たとえ漏らしながらでも喋るのが代表の務めじゃないんですか。それはプロやね。はい、英語喋ってないで、あの代表の足元にも変やね。はい、はい、そしたら全く取り上げてくれてない、この辺のニュースとかも出れたかもしれないじゃないですか。うんこしましたね、失敗したよ、そういうことを考えなきゃダメですよ。まあそんなことはどうでもいいんですけどね、お笑いタイムでございますので ね、ねあんまりね真面目に、俺今日真面目に喋ると思ってきたんですよ。頼みますね。いやでも今その総裁選ねやってますけど、もともと自民党っていうのは保守政党だったわけでしょ。それなのにこう今なんか今日のなんか見てると優勢なのが石破氏とか小泉氏の、もう保守のかけらも感じないじゃないですか。ね、だから多分自民党の党員の方にももうなんか地団駄踏んでる人いると思いますよ。だから本当そういう方はぜひ
日本保守党にいらしてください。お待ちしております。今日ちょっと私が言いたかったことはね、今有本さんとか矢野さんがすごい格論をいろいろお話ししてくれましたけど、だったらちょっと総論というかそういうお話をさせていただきたいと思いますけど、先ほどもちょっとお話に出ましたけど、残念なことに LGBT 法案とかが成立をしてしまいまして、で今はその、選択性夫婦別姓ですかとかが議論されてますけど、皆さん自由とか権利とかいう耳障りのいい言葉に流されちゃダメなんですよ。日本はそんなものに流されないで、もしそうなったら先々日本がどうなってしまうのかということをちゃんと考えてほしいと私はそう思います。なんでもかんでも外国の真似をすればいいってもんじゃないんですよ。日本には日本として守るべきものがあると思います。日本は本当素晴らしい国でしょ。こんな伝統があり、世界に誇れる文化があり、そして世界の国のどこの国もが真似ができない秩序があるんですよ。こんな素晴らしい国で、ただこの日本に一つ欠けてるものがあります。それは何かというと誇りですよ。皆さん日本人としての誇りを取り戻しましょうよ。こんな素晴らしい国に生まれて育って日本に対する誇りがないなんてことはおかしいですよ。だから皆さん、僕は日本保守党の結党意義というのはそこにあるのだと理解してます。そこがやっぱり原点ですよ。だからもうぜひ日本保守党に、ご支援応援をいただきまして、皆さんと一緒に日本人として日本を誇れる人になりたいと思います。今後とも日本保守党の、ご支援をいただけますようにお願いするとともに、百田直樹さんがうんこを漏らさないように一つ頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。私のもう四十数年代の友人です。大学時代からの友人です。それで、数年前にですね、作家になる10年前かな、もう10年前に作家小説家になりまして、江戸時代の本庁を舞台に、長屋の人々たちの人情物語を書いて、これがもう総計200万本突破しました。でね、この本はね、この本を読むと、あ、日本人の人情、温かみ、優しさ、まあ、こういうものがね、もう本の中に散りばめられております。ですから、畠山さんにはですね、これからも日本人の素晴らしさを描いて小説で頑張ってください。はい、ありがとうございました。実は私もですね、今68になりましたけど、そうですね、私は若い時は放送作家でした。もうその時にはもうお笑い専門の放送作家で、頭の中はですね、どうやって人を笑わす番組を作るか、そればっかり考えてきました。そして50歳の時に小説家になりました。小説家になってからですね、いかにして、人々を感動させるものなのかを書くかと、まあ、こればっかり考えておりました。しかしながらですね、60代の後輩になって、待て待てと、本当に私たち人々は心から笑って心から感動するというのは、これはある条件がいるなと。それは条件とは何かというと、日本が安全で、そして人々の暮らしが豊かな暮らし、ここにこれがあってこそ初めて人は心から笑って、あるいはいろんな素晴らしいものなどに感動できるんだと。ですからこれがなくてはもう文化もない。まあ、そういう思いでですね、私は、一旦もう放送作家、小説家はちょっと、脇に置いてですね、なんとか素晴らしい日本、私が若い時に育ててくれた素晴らしい日本を取り返したいと、まあ、そういう思いで、日本保守党を立ち上げました。ありがとうございます。ちょっと説明渡されて何を喋ればいいのかなと今ふっと思いましたけれども、聞き惚れました。今素晴らしいお話でした。まあ、そういうことでですね、畠山先生のお話にありましたように、私たちは本当に世界でも類を見ないぐらい素晴らしい国に生まれて、ここで育ててもらった日本国民です。
者をやってましたから、世界中いろんな国に行きました。途上国にも行ったし、先進国にも随分行きました。まあ先進国はですね、それなりには豊かさともちろん文化がある。途上国にももちろん文化はあって面白みはあります。しかしですね、日本ほど素晴らしい国はないと日本に帰国するために本当に思っていました。それはね、誰でも自分のふるさとはそう思うでしょうと皆さん言うかもしれない。しかし先ほど私言いましたように、まあかなりの先進国でも停電したり電車が時間通り動かなかったり、そんなことに自動車判事なんですよ。日本ってそんなことありますか？私が子供の時から電車は時間通りですよ。停電だってほとんどないですよ。これが当たり前だと思って育ってきたのが私たち日本人なんですね。でもそのこの時間通りの安全な運行、そしてこの電気が停電しない、あるいは街がこれごろほど安全で、だからこうやって街頭演説もできる、これは自然にできてることじゃなくて、その裏で多くの日本人が日々努力をしているからなんですよね。このことを忘れてはいけないと思います。そしてこの日本においては戦前から、いやいや江戸時代から水道がありました。こんな国世界中にないんですよね。ですからこの私たちが今、ああ日本に生まれてよかったな、日本はなんだかんだいろいろ問題もあるけれども暮らしやすい国だなと思えるのは、一朝一夕にできているわけでもないし、今の私たちが努力しているだけでできていることでもない。ずっと何百年も、あるいはその前から私たちの先人が延々と努力をしてきて延々と積み上げてきた、その上にこの日本国の素晴らしさがあるということを私たちはここではっきりもう一度認識して子どもたちに伝えなければいけないと思います。日本の子どもたちが日本で生まれたことを当たり前に誇りに思う、そして自分は日本人として自分もこの日本の社会に貢献して生きていこう、そして日本がより素晴らしい国であるように自分もその一助になろうと、このように自然に思える、そういう国を皆さん取り戻しませんか。私たちはこの壇上で言いたいことが山ほどある。例えば教育の問題だってものすごく大変、しかし時間に限りがあるので今日この問題は格論では触れません。しかしですね、皆さん今畠山健二先生が言ったこと、これはとても大事なことです。私や百田さんはもう残りの人生がそれほど長くはない、多分35年後の日本を見ることはできないと思います。しかし30年後、日本が日本としてしっかりと続いて、そして今よりも豊かで今よりも良い国になるように、今私たちが努力をしなかったら30年後の素晴らしい日本を次の世代に渡すことができないということでございます。ですからそのために、特に今日来ここにお集まりの皆さんの中で私たちと同年代の皆さん、もう一踏ん張りして日本を豊かで強い国にして次の世代に残す、そのためにぜひとも私たちに力を貸していただいて一緒に頑張っていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。さてここでですね、私たち日本保守党は、まあ、しがない政治団体ではあるわけですけれども、すでに非常に力強い味方がいます。私どもには、日本保守党には10人の所属の地方議員がいます。その10人の地方議員の中で、今日お二人、ベテランの地方議員がこちらに来てくださっています。お一人はですね、結党の時から私たちとずっと歩みを共にしてくれました東京都荒川区の区会議員小坂英二さん、今担当に上がっていただこうと思います。そしてこの後ですね、あちらに一緒にていろいろ設営も手伝ってくれている、群馬県伊勢崎市の市会議員、6期を務めの大ベテランでございますけれども、最近なんか YouTube でもだんだん人気が上がってきている、伊藤純子伊勢崎市会議員、お二人を紹介したいと思いますが、まず、東京の荒川区の小坂英二議員にお話をいただきたいと思います。お願いします。皆様こんばんは。こんばんは。ご紹介をいただきました
荒川区議会議員小坂英二でございます。11ヶ月前、この秋葉原の駅前で、今日と同じようなこの場所で、日本の盾をしっかり守ってほしい、そして日本が守護の政治勢力がない、そのために立ち上げた日本保守党の結党大会の後に、ここに多くの方にお集まりをいただき、そして同じ思いを共有をさせていただいたことを今強く思い出しております。それからさらに期待や寄せられる声どんどん増えてきている、それを感じているところであります。皆様のお力添えにまず感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。この秋葉原の駅に来てお話をしようとまず思ったのは、この駅の裏手にですね、ラオックスというお店があります。ラオックスというメロディー、あ、知らないですか。そうですか。あのテレビ CM でですね、すごいよく流れてたんですよ。で、最近聞かないなというふうに思う方おられるんじゃないですかね。ありがとうございます。挙手までしていただいてありがとうございます。これはなんで聞かないかというとですね、もう全く昔のラオックスじゃなくなったんですね。15年前までは高度成長期にできた企業を元にしたラオックスという会社があったんですけど、そこがチャイナの資本に買収をされてですね、ライブンという人物が中心になっている上海出身のですね、人物なんですけど、その人物が買収をして中国の大手家電メーカーのですね、家電量販店の支配下に入ったんです。で、その結果、今までのような地方にも東京にもですね、大阪にもたくさんお店があった、あのラオックス、そのために CM やってたんですけど、それ全部そういう郊外の店とかなくなってですね、外国人向けの免税店に変わったんです、ほとんど。で、この駅の裏側のラオックス行くとですね、昔も知ってるんですけど、昔とは全く違ってですね、もう爆買いをする中国人だらけのお店になっていて、もう完全な免税店、大手の免税店になっちゃって、あとは北海道の千歳の空港とかですね、大阪とか成田空港とか、まあ本当そういうとこばっかなんですけど、そういうふうに変わっちゃったラオックスがあるんですけど、その人物はですね、いろんなものを日本でどんどん手に入れて、中国資本で手に入れていく。で、私は荒川区という23区の中の区議会議員をしてます。地元には町屋最上というですね、大きな火葬場があります。この火葬場を運営しているのはですね、東京白善という民間企業でありまして、まあ、23区は特殊でですね、多くの自治体では公営の火葬場というのがあるんですね。でも23区はですね、7割は民間企業に、まあ、火葬をあれにしてもらっているという歴史的な経緯があって、今更もう新しい火葬場を建てるというのは極めて、まあ、地理的にもですね、状況に困難なので、ね、お願いをしている状況なんですけど、その東京白善をですね、このラオックスの会長のライブンという人物がですね、高裁堂ホールディングスという親会社を買って、そして連結子会社 その火葬をやっている会社をですね、買っちゃったんですね。実質的に支配している。それで何が起こったかというとですね、もう実質河川状態のその火葬場がですね、ものすごいどん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 値上がりして、前は4万円台ぐらいだったんですけど、それが5万円、6万円になって、今、一時的に燃料サーチャージとかそういうのを取ったりですね、もう飛行機じゃないのは何なのかよくわかんないんですけど、燃料サーチャージなくなりましたが、その代わりにまたさらに上がって、今9万円になってますね。もう日本全国見ても、これだけ火葬料金が高いというのは23区。この東京白善がやっているようなです、ね、エリアだけになって、他はもう1万円とか数千円とかです、ね、やっているというような状況ですけど、人生の終わりでさえですね、そうした外資に、支配をされてしまって、でその高裁堂ホールディングスのです、ね、その企業の情報を見ると、もう令和5年度はですね、役員報酬が4000万余りというふうに出ているんですけど、令和6年の3月の見るとですね、7億数千万という、
もう十何倍になってるので、で、その7億数千万のうちの7億円余りをですね、ライモンさんがですね、報酬としてもらっていると。で、それはつまりは上げてる火災、仮想料金からですね、そういう多額の役員報酬に当ててるというようなことです。人生の終わりにそういう今まで公的な位置づけだった仮想というものまでですね、外国の資本によって収奪をされてしまっているという現状があってですね、まあ、この秋葉原通るたびにですね、ランプスを見るとそういうことを思い出して、まあ、しまうわけなんですけど、この話だけじゃなくてですね、もう本当に駅前の再開発、多額の税金を投入して行ってもですね、そこに入っているマンションの一室一室ですね、中国の資本に買われて、で、日本人はなかなか買えなかったり、そして金額もどんどん上がっていくということが全国各地で行われています。一方で日本人は中国で不動産を1平米たりとも買うことができない。そんなおかしな状況に対して、自民党から共産党までどこを見てもこれを是正をしようという声がですね、全く上がってこない。一部規制をしようという人はいます。でも、これを根本的に見直そうというようなことはですね、話として上ってこないんですね。小手先の何か修正をするだけと、根本的なことは間違っている政治があまりにあらゆる分野で多すぎると。そしてその政治の主語というのがですね、日本じゃないですね、諸外国がどう思うかとか、あるいは脱炭素みたいなですね、何か掲げられた従わなきゃいけないと脅迫観念を持たされている、そういう条件に従うようなことですね、思考停止をしてやってしまうというようなことがあまりに多いんです。やはり日本をお仕事した、そして今まで日本が培ってきたものをしっかり守り引き継いでいく政党が必要だと思ってです、ね、いたところに日本保守党が決闘されるということで共に参加をさせていただいた次第であります。ありがとうございます。これから至るべき戦いの時に向けてですね、さまざまな問題提起を広げていかなきゃいけないというふうに思っております。23区で、いろんな現場の経験をしてきたものとしてですね、もう一つお話ししたいのが脱炭素というのでですね、自治体も全部それに従って無駄なことをやめた方がいいことをですね、自民党から共産党まで、これも同じなんですけど、もう諸手を挙げて賛成をしてやってるんですね。例えばゴミの分別収集、処理のやり方ですね、私の地元の荒川区もそうなんですけど、プラスチックはですね、ペットボトル以外はですね、大体もう燃やしちゃってるんですね、燃えるゴミで。なんでかというと、もともと石油からできてるんです、ね、燃料として非常に、もういいものなんですね、まあ、水分を帯びた生ゴミと一緒に燃やすには最適なものなので、世界に誇るダイオキシンとかを除去したりですね、熱をうまく吸収して発電に生かすと、そういうものが焼却炉に組み込まれている、世界最高峰の技術を持って燃やしてですね、何の問題もなく今まで十数年やってきてるんですね。これ23区他の自治体でも多くそういう風にやってます。でもこれだとですね、プラスチック燃やすのは今ねサーマルリサイクルという呼び方をしてですね、リサイクル扱いを日本国内でやってたんですけど、世界各国ではそれはリサイクルにならないということで、脱炭素の基準に、満たないというんです。これをやめろというふうに政府が言ってきてですね、自治体もそれに従わざるを得ないような法律の仕組みができてですね、荒川区をはじめ23区は次々にこれ燃やすのをやめてですね、ビニール袋とかですね、カップラーメンの包んでるビニールから何でもかんでももう全部分別して汚いのを洗って出してくれっていうふうにですね、今ここ数ヶ月で、なりそうな状況であってですね、まあ、23区というと日本全国の1割の人口ですので、それはもう全国同じように広がっていこうとして、これがどれだけ無駄でですね、逆にエネルギーとお金と手間をかけることかというのをですね、いくら議会で言っても自民党はもう脱炭素素晴らしいと、プラスチック再生してなんか使えると素晴らしいと、そんな話ばっかりでですね、完全に思考停止をしてやめようとして、もうこんなことばっかりなんですよ、自治体で活動していると。何を主眼において、何を中心軸において政治をしているのか、それがあまりにない政治の世界、日本保守党ができたというのは、私は
そういう状況だからこそこれだけどんどん広がってきて、そして期待も集めて、さらに一人一人が広げてくださってるんだというふうに確信をしております。これからの戦いに向けて、北草代表、有本事務総長とともに私も先頭に立って戦うことをお約束をして、そして皆様にも力をお貸しいただくことをお願い申し上げ、私からの一言とさせていただきます。本日はどうも本当にたくさんお集まりいただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それではもう一方、ご紹介しますけれども、ちょっと今小坂さんがですね、おっしゃっていた自治体でもですね、脱炭素万歳なんだという話がありました。まあ、これはですね、それで予算がついてるからなんですね。何にも考えてないんですよ。別に本当に脱炭素がいいのかどうか、今のゴミの分別がいいのかどうか、ほとんど深く考えてない。とにかくそれで予算が来ると、これだけの話なんです。そして先ほど私、電気自動車への補助金のことを言いました。今年になって日本政府はもっととんでもないことを言い出しました。皆さん一台一台車を買うのに補助金を出しますよ、電気自動車買うのに補助金を出しますよだけじゃありません。各自治体の公用車、電気自動車に乗り換えたら3割国が補助してあげますという方針を出しました。なんでこうやってどん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 日本のライバルを利するようなことばっかりするんでしょうね。本当にやってることがですね、今の小坂さんの言葉じゃないけれども、日本を中心に置いてない、日本が主語になってない、こんな政治ばっかりはもううんざりですから、それに立ち向かっていく私たちの仲間、もう一人違うそういう仲間をご紹介したいと思います。群馬県伊勢崎市の市会議員、今日群馬県からわざわざ来てくれました伊藤淳吾市会議員をご紹介したいと思います。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました群馬県からやってまいりました伊藤淳吾です。皆さん残念ながら群馬県はですね、非常に今悪い噂が流れています。犯罪が多いということで、かなり警察からも懸念の声が、皆さんの防犯意識を高めようと、そんなような声も上がっているような実態です。失礼いたしました。聞こえるでしょうか皆さん。長時間申し訳ありませんが、もう少しお付き合いください。そして残念ながら北関東はですね、この東京や大阪、あるいは福岡、こういった大都市と同じぐらいの犯罪の刑法犯罪率が高いということで話題になっております。すべて北関東の田舎の町なのに非常に犯罪が多くなっている。これは非常に残念なことでございます。ところが警察官の数も実は非常に少ない。残念ながら県民あたり1人の警察官500人以上を対応しているという、これが実の実態であります。こういった問題は国の問題でありますけれども、県や市はこれを知っていながら何もできないというもどかしい思いをしております。いろんな方々に相談をしますけれども、結局国の法律やあるいは 外国人を取り締まって、そしてその取り締まったにもかかわらず出国もしないで日本に残っている。しかもこれが許されてしまう。普通悪いことをしたら強制出国しなくちゃいけないのに、なぜかとどまっているというこの日本の法律、これは皆さんどう思われますか。これで私たち議員は市民の安全安心は守れない、生命財産は守れないという非常にもどかしい現実にぶち当たっています。私が日本保守党に入党したのは、こういった問題に手を挙げてくださった日本保守党のその政策提言に賛同したからであります。そしてこうして皆さんはここにいらっしゃる皆さんは、私の申し上げていることも理解していただけると思います。皆さんの自治体でも多分同じような悩みを抱えているんじゃないでしょうか。ならばこれはやっぱり法律を見直すより他ないんです。そのためにも日本保守党のこの日本保守党に、私は日本の生命と財産、この国民の命を守ってもらいたいために、法律改正あるいは入管難民法の見直し厳格化を推奨するこの日本保守党しかないと私は思っています。どうでしょう。ありがとうございます。この声をどうか皆さんもう一押し、どうかもう
になってしまいました。最初はですね、あの階段のところにいらっしゃる方のお顔もはっきり見えていたんですけれども、もうすっかり夜になって暗くなってしまいました。ここらで、演説を締めたいと思いますけれども、今日本当に1年前以来、初めて、ここに秋葉原にやってきて、またこのように皆さん多くの方にお集まりいただいたことを大変ありがたく思っております。皆さん本当に今日はありがとうございます。そしてこれからも、むしろ私たちこれからが本番でございますから、日本保守党を何卒改めてよろしくお願いいたします。ぜひですね、今日皆さん、お配りしましたこの私どものチラシ、後ろにですね、日本保守党の重点政策項目書いてございます。周りの方々にぜひ、日本保守党っていいこと言ってるよと、新しい政治の選択肢になりうるよねということを広げていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。先ほど申しましたように、まあこれを言うとですね、百田直樹にそれはちょっと共産主義の用語じゃないかと怒られそうなんですけれども、皆さんこそまさに私たちにとっての同志でございます。志を同じくする方々、この皆さんに私たちのこの日本保守党、今本当にまだよちよち歩きの本当にしがない団体なんですけれども、皆さんのお力でどうか日本保守党を大きく育てていただけますように本当によろしくお願いいたします。これから各地域でですね、地方議員もどんどん誕生してくることと思います。そのために皆さん、ぜひとも知った激励、そして温かくご支援をいただいて、どん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 この日本保守と日本を豊かに強くするというこの輪を日本中に津々浦々に広げていただけますようによろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。最後に代表の百田直樹から、今日は妙なことで壇を降りる必要もなく、どっかに走ってご府上に走っていく必要もなく演説を終えられそうですけれども、百田直樹からも一言お礼を申し述べさせていただきます。皆さん本当に今日はありがとうございました。最後にですね、共産党友人の坂村健二も言ってたようにですね、日本人は本当に世界最高の民族だと私は思ってます。そしてこの国はまさにもうモラル、それから知性、そして治安、安定豊かさ、そしてもう本当の豊かさというのは心の豊かさ、これを全部含めてもですね、世界最高の国です。本当に私は、何年か前にですね、有本香織、編集のもとにですね、日本国旗という本を書きました。日本の歴史をね、私は高校時代改めてその日本歴史をもう一度振り返りながら、日本という国はどういう国だったかということを歴史の本に、歴史として書いたんですが、まあそれ書いてる時にですね、私は、まあ、正直何度も泣きました。なぜ泣いたか、なんと素晴らしい国だと、こんな素晴らしい国あるのかと。そして私自身が中学高校時代にこういう素晴らしい国の歴史を学んでなかったと。本当にね、日本の歴史を本当に真剣に学べば、もうこの国で生まれたことに喜び、そして誇り、そして自分たちは日本人であるという、もうなんというこの嬉しさ、これを感じます。今ほとんどの人がね、日本人がそういう誇りと喜びを感じなくなっている。そして今の政治家は誰も感じていない。もうこれはとんでもないことです。ですから皆さん、本当に私たちこの素晴らしい日本に生まれたこの国をですね、この喜びと誇りをもう一度皆さん取り返してください。そしてどうして取り戻すのかとわからないという方はですね、今日帰ったら私の日本国旗を買ってください。はい、皆さん日本国旗持ってるという手挙げで、多いけどまだ少ない。はい、はい、ね、もう持ってる人はですね、もう本棚のどっかに ないかもしれない。そういう時はですね、本棚を探すよりもアマゾンでポチッとしましょう。はい、まだ買ってない人はですね、今日から、本屋に帰って1人2冊買いましょう。はい、ありがとうございます。はい、皆
皆さんがね、そうやって頑張って本を買ってくれたら、私もまた頑張って活動できますんでね。はい、最後、セールストップで締めるのやめなさいよ。もうちょっとなんか、もうちょっと格調高い言葉で締められませんかって客なんですから、今日最後ですよ、3連休の。はい、皆さん、ほらね、ちょっとだけ長いですが、まあ、長い、短くやる。先ほどね、私たちはこの、なんとか言ってます、30年間、全く、成長していない。で、これ皆さんね、こんだけ成長しないと、まあ、これは普通だなと思う方いられるおられるかもしれません。まあ、30年間、後ろに行かんだけでもよかったと。でもね、この30年というのは長いですよ。この30年の長さがどんだけの長さと一つ言いますとですね、日本が戦争で負けたのは昭和20年8月。この時にですね、アメリカの戦力をやってきて日本を調べ尽くして、この時に、ね、日本を、日本のいろんなものを調べ尽くして、そしてアメリカ軍はこの日本が50年経っても昭和5年当時の生活水準に戻れるかどうかとこう報告書で公開してた。これは決して間違いじゃない。というのは当時の昭和20年の日本は世界最貧国やったんです。当時の人口は8000万、戦争始まるまで8000万人、このうちの310万人が亡くなりました。その310万人のうちのほとんどが若い男です。働き盛りの若い男が270万人も亡くなった。そして日本は東京も大阪も名古屋も福岡ももう日本の誇る大都市が全て焼け野原になった。そして昭和20年は食料自給率が 71% か 2%、 つまり当時の日本は日本でできる米だけでは国民の3割近くが飢えて死ぬというそういう国民だったんです。こういう話を若い人にするとね、すごいな、日本はゼロからスタートしたいな、ゼロからスタートじゃないですよ。日本は戦後、莫大な戦争賠償金を制度されましたので、大きなマイナスからスタートだったんです。そしてさらに今、何とも言いますが、世界最貧国やったんです。でもこの世界最貧国が、昭和5年当時の生活水準に戻るのに50年かかったでしょうか。50年かかってないですね。20年かからなかった。昭和39年、日本が戦争に負けて19年目にですね、19年目に日本は何をしたか。東京オリンピックを開いて、ホストとして、世界中の国の人たちを招いたんです。そして同じ年にソ連もアメリカもイギリスもフランスも第二次世界大戦の戦勝国がそこもできなかった。当時は不可能な技術、あるいは夢の技術と言われた時速200キロ移動で走る高速鉄道を東京から大阪まで通したんです。これ世界がびっくりしたんですよ。これをわずか戦争に負けて焼け野原になった世界最貧国の国が19年でこれを成し遂げた。そしてその3年後に日本は西ドイツを抜いてアメリカに次ぐ世界第二の経済大国になったんですよ。これをわずか22年、日本はこれぐらいの底力があるんですよ。つまり日本人はここまでのことがやれるんです。ところがこの30年間全く成長していない。これは日本人のせいじゃないんですよ。日本人がね、突然働かなくなった、突然勤勉じゃなくなった、違います。我々日本人は今でも世界最高の勤勉な民族ですよ。にもかかわらずこんだけ一生懸命働いてるのに、こんだけです、全く成長してない。これは政治の無作為や何もでもないんです。ですから、今の日本の、今の自民党がやってた、間違った政策を一個一個潰していくだけで、日本は再び世界が共闘、世界が驚くような最高の国になるんですよ。皆さん、共に頑張りましょう。ありがとうございました。大変お疲れだと思います。本当にありがとうございました。そしてこの3連休東京での大凱旋を私どもこれで締めくくりまして、この勢いをそのまま来週の3連休は関西に持っていきます。東京から大きな援助を関西の方の方に向かって送ってください。来週は3連休、まだちょっと場所の時間は、オープンにできませんけれども、3日間関西でこの訴えをしてまいりたいと思います。関西は自民党だけじゃない、維新もいる。この私たちは維新がやっていることにもいろいろものを申したい。今の大阪、あのままでいいのかということも言いたいので、東京からぜひですね、皆さん大きなエールを送ってください。全国に日本保守党の輪を広げたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、来週は皆さん関西に行きましょう。